レンフェ440系電車は、スペインの国有鉄道、レンフェの電車。日本の三菱電機の技術が採用され、スペイン全土において活躍した。ここでは、440系電車を更新した 440R 系電車及び470系電車についても述べる。1970年代初頭。 セルカニアストレヒオナルは1920年代から1950年代にかけて電化された区間の直流1500ボルトのみに対応する433系電車及び434系電車や当時のスペイン国内で進められていた電化方式の直流3000ボルトに対応するものの速度及び設備の面ですでに時代遅れとなっていた。 スイス製及びそのライセンス生産の436.437438系電車、蒸気2つの電圧に対応し、時速 130km 対応になっていたが、編成数が不足していた439系電車によって運行されていた。この経緯を踏まえ、レンフェ戦略計画が1972年に開始された。この計画では、 幹線路線網の最高速度を時速 140km に引き上げ、大都市圏のセルカニアスを改善することとされ、それに必要な車両として440軽電車が設計、開発され、1974年より製造が、そして翌1975年より投入が開始された。225編成はいくつかのロットに分けて納入され、 1985年まで申請が続けられた。それぞれのロットにはいくつかの外観的、技術的相違がある。旅客の快適性の面でもまた改善されている。低い4つの客用扉を各車両に配し、新しい空気バネを採用し、初期ロットでは、スカイ椅子であったものを、最終ロットではより現代的な、区切られた椅子とした。 また補助装備や安全面での様々な改善も見られ、電磁空気ブレーキや保安装置 ASFA を装備し、他列車との間のトレンティエラシステムも1980年より装備する。80年代末期から90年代初頭にかけて、セルカニアスはより多くの編成を必要とした。本形式はレヒオナル運用に割り当てられていたが、 セルカニアスにも投入されたため、代わりに、現役最古産の電車である432、系電車がレヒオナルに投入された。セルカニアスへの新形式446系、450系電車の投入により、車両の接客水準を同等とするために、大幅な更新を受けた編成が誕生した。これらは性能によりに形式に分けられる。 それは 440R 系電車と新たな形式である470系電車である。デッキと客室の仕切りを取り去って一体化し、車内、車外に LED の案内装置を設け、自動放送に対応した音声装置、新たな椅子、空調を装備した。1996年から2005年にかけて、チリ国鉄に3両を20編成。 ブラジルに48編成が売却されたほか、一部車両に廃車が発生した。レンフェが多数保有した、この車両には、用途や地域、更新車か未更新車かなどの要因により、様々な車両塗装が存在する。未更新車には以下の塗装が存在する。もしくは存在した。440R には以下の3種類の塗装が存在する。 470系には、以下の2種類の塗装が存在する。470系の更新時、070編成が、カタルーニャエクスプレス用の青い塗装のとなったが、他の編成に導入されることはなく、070編成も、後に、レヒオナル塗装になった。南米の売却先にもそれぞれの独自塗装が、存在する。チリ国鉄の運営するメトロトレンとビオトレンや、 ブラジルの CEPTM の塗装である。本系列は3両固定編成である。うち1両は片側に運転席を備えた動力車である。当初、この車両には小荷物及び郵便物輸送のための荷物室が備えられていた。もう1両は動力を許さない中間付随車である。そして、最後の1両は片側に運転席を備え動力を 有さない制御付随者である。また未更新車は、各運転室前面に、貫通扉が設けられている。それぞれの車体は、鋼鉄の枠組みに鋼鉄を溶接した構造となっている。また、各車両には側面に、それぞれ2つの乗降口が向かい合わせに車体を3分割するように合計4つ配置され、扉部分は、デッキとなっている。かつては、 デッキと三分割された客室の間に仕切りが存在したが、更新後にこれらの仕切りはすべて撤去され、車両全体で一つのつながった客室を構成するようになった。本系列は中間付随車を挟まずに2両で運行することも可能である。実際、急勾配の存在する路線では、列車の加速力と速度を低下させないために付随車を外す選択がされている。 しかし現在は中間付随者も含めて未更新の余剰者は一両もない。様々な改造に伴って荷物室と全面貫通路は姿を消した。最初のロットの車両の座席は赤色の二つずつ向かい合わせに固定されたスカイであった。最終ロットでは進行方向に合わせて向きを変えられる座席が装備された。様々な改造を経て スカイ座席は440.001を除く、全車両で撤去され、セルカニアス用の硬い座席が設置された。セルカニアス用車両の座席配置は2プラス2か2プラス3である。本系列の主電動機他各格主電機機器は三菱、電機、及び同社からのライセンス生産により、G と S 社の3社によって製造された。よって、三菱電機製の機器は、 日本製、G および s サ製の機器は、スペイン製である。主電動機電動制御車の、拡大車に、それぞれ2機ずつ、合計4機搭載。製造ロットにより、メガバ千一3 1 6 5 A に、メガバ五 b バ3 1 6 5 B、千一3 1 6 5 c の3種類に、分類されるが、どれも性能は共通である。 各動力軸あたり 290kW の出力を持ち直流 3000V で動作する。主制御機基本版大事か並列切り替え弱め回時の抵抗制御方式を採用する。主管制御機は丸型ハンドルのカムスイッチ式自動診断型。立行ステップは直列13段、並列8段、弱め回、14段。補助電源装置照明や暖房。 その他の電気装置用に 37kW の補助電源を供給する装置が存在する。ない、更新車では、エアコンや真空式のトイレがあるため、補助電源の能力は異なる。初期ロットのうち最後に製造された2編成は440.500を名乗り、最新の電気子直波制御システムを採用したが、当時のスペイン国鉄においては、河川電圧が、 標準の3000ボルトを大きく上回る、もしくは大きく下回るということが日常的に起きており、それが装置に大きな負荷をかけたことから期待されたほどの成果は出ず、それ以上製造されることはなかった。この二編成は最終的に伝送解除され、それぞれた編成の付随者へ改造されている。全形式がすでに保安装置 ASFA の装備を完了しており、 1980年以降通信装置、トレン・ティエラも装備している。トレン・ティエラ未装備車にも同年から設置され、デッドマン装置を含めて二重の効果をもたらしている。ブレーキ装置は、空気ブレーキ、発電ブレーキ、電磁吸着ブレーキなど4種類のブレーキを装備している。改造車両の前面となど、セルカニアスへの神経式投入により、1993年から、 本系列の更新、改造が始まった。現在のところ、21編成は改造されずに、残っている。本形式の更新は延命と、旅客サービス面で446系、447系、450系、451系といった、新型車両のレベルに合わせることを目標として、行われた。外観を変え、内装に、 新型車両と同じ新しい部品を使用した。全255編成のうち228編成が改造され、うち160編成はレンフェに止まったが、20編成がチリへ、48編成がブラジルへと、合計68編成が売却された。レンフェ自身のために改造された編成のうち、最初の104編成がセルカニアスへ。 56編成が、レヒオナルに割り当てられた。2008年4月1日時点において、未改造の編成のうち12編成のみが運用についており、うち9編成は中距離列車、3編成はセルカニアスの運用についている。セルカニアス用のものは、製造からの年月がかなり経っている。255編成の改造が完了するまでの、 間残りの編成は旧社中であった。うち数編成は残され、残りは解体されている。多くはスペインにおける三菱電機の子会社、メルコ・アイベリカにおいて製造。ウェッサは、ウェスティングハウス・エスパーニャ SA の頭文字から、ウェスティングハウスのスペインにおける、子会社。ゼネラルエレクトリック・エスパーニャの頭文字。ゼネラルエレクトリックのスペインにおける、子会社。 一部は、同社のライセンスにより、スペイン国内の企業、ウェッサ、ゼネラルエレクトリックエスパーニャにおいて製造された。ありがとうございます。